お久しぶりです。占い師のクリスティです。最近サボりすぎの反省の意味を込めてですね、はい、皆さん待ってました、年に1回の最大吉報、イエーイ。早速アシスタントのあやめちゃん、はい、お願いします。本当お待たせして申し訳ございません。待ってました。でもね、これ本当に年に1回しかない貴重な最大貴重位なのでね、皆さんぜひ遊びに行ってもらえればと思います。で、どれぐらい貴重かっていうと、はい、もうその年に1回しかもうこんだけどでかいのは取れないんですよ。だから普通の吉方位って正直なんかね2倍とか、うん、まあできて3倍とかぐらいなんですよ。はい、これなんと8倍、でかい。で、あのね、なんで最大貴重に行くのが大切かっていうと、やっぱりこう年に1回とはいえ行くことによって今までの知らない間にもう溜まってる悪い気を追い出してくれる作用があるんですよ。だから例えば綾乃ちゃんが知らない間に悪い方角行ってて、はい、蓄積されてる悪い気っていうのがあるんですよ。それを追い出すのがこの最大貴重。で、これね、あのね、継続が大事で、はい、で継続して取り続けてると負がなくなってきていいことが起こりやすくなるんですよ。だからなんか意外と人生うまくいかない人って悪い方角ばっか言ってる人が多かったですよ。へえ。で、はい、もうあの彩乃ちゃんもね、いい思いいっぱいしてると思うんですけど、はい、あのこの間私の友達があのイラッとするいいことがありまして、はい、あのまあ、彼女もね吉方位が大好きなんですけども、はい、なんかその吉方位でいろいろ行動してたら、この間あの私の友達がねストレイキッズのファンなんですよ、はい、でストレイキッズ の CD を買いに行ったんですって、はいはい、なんとほらあのオタがよく使うフラゲってやつです。あー、ありますね。でフラゲで何が得られるかっていうと、その場でしか当たらない超貴重なランダムのトレカがあるんですよ。おー、あ、チェキです、チェキ、チェキ、うん、ランダムチェキなんで、はい、誰が出てくるかわからないんですよ、はい、で彼女はめちゃくちゃ人気なリノ君っていう人のファンなんですけど、まあ、CD そんな買ってないんですよ。 CD、まあ、4、5枚買ってレジ行ったらピコーンって当たって、え、メンバー誰って言ったらリン。すごい、やばくない？でしかもそれで終わればいいじゃん、はい、でそれで中に入ってるなんかあのオンラインを抽選できる紙があって、はいはい、でもあれってまあほぼ当たんないじゃん、うん、なんかほらメンバーの、あー、そうですね、うん、イベント、そうそう、メンバーのね、なんかあのオンラインでメンバーと生で喋れるすごいのがあるんですよ。でもそれをね100枚買っても当たらないファンが当たり前の中、その場でオンラインくじ引いたら当たっちゃって、で今度はあのリノ君と喋れちゃう。あー、すごい。で、あの一言ながらちょっとイラッとしてね、っていう活用の仕方もあったり、まあでも全然違うことに使ってもいいですよ。例えば仕事がうまくいかなかったりとか、うん、で、あのいつも言ってますけど、あの今回の最大吉報位は方角によってね、いろんな意味があるの でそれで共感もできるし、そうやってあのおたかつに使う人もいるし、まあ、あのほら転職に使うとか、あと引っ越しに使うとかいろいろあるんで、とりあえずあの行けばな、とにかくその方角の効果を得られるので、皆さんぜひ出かけてください。はい、で今のであの方位がねどういうものかって分かったと思うんですけれども、で方角によって意味が違うんだけど、その星によってね行ける方角が限定されているので、なのであの皆さんあの九星気学で自分がまずは何の星をしているかっていうのを調べてください。生年月日で自分の九星を知ることができます。一泊水星から九紫火星まで、でこれはねネットで検索したらすぐ出てくるので、ぜひあの自分の星は何なのかを知ってから動画を見てもらえればと思います。はい、それでは早速発表していきたいと思います、はい、ババババーン。はい、まず行く日にち、はい、行く日にちは限定されています。で、はい、その限定された日じゃないと8倍の効果を得れません、はい、なので皆さんこの日はぜひお休み取ってね。はい、では行きまーす。行く日にち8月19日とあと28日の2日になっております。いいでしょ。はい、週末ね。そうなのよ、19日と28日の2日間もあるから、あの別に両方行かなくていいです。どっちか1個でいいです。でもあのがめたい人は2個いっちゃって両方いっちゃって、せっかくだから。で、あのねちょっとね癖強くて、今ほら8倍って言ったじゃん。で8倍を得るためにはちょっとめんどくさいのがね、時間指定になっちゃう。あー、はい。でもその時間を指定しなければ6倍ですまあでもね、いつもの6倍ですからね。そうそう、だから別にあのほら都合がつかなくても、あのその日その場所に行くだけで全然効果が得られるので、ぜひねこの日にちはその方角に向かうようにしてください。で、時間も合わせてあの8倍取りたい人は、時間がですねちょっとめんどくさいわけです、はい、まずね8月19日のあの8月19日と28日は同じ時間帯になります、はい、で時間帯なんですけれども明け方ではないもん。
もはやね、あのね、19日になった夜中の1時3時夜中、うん、まさかの夜中の1時3時、はい、か、あの夜の19時21時、うん、ああはい、なので、まあ、いけますよね、うん、だからもし、基地方位っていうのは距離が遠ければ遠いほどいいし、長くいればいるほどいいので、お泊まりでもいいと思います。ああそうですね。だから例えば1時3時に行きたい人は18日に泊まりに行って、朝神社に行って帰ってくるとか。あ、確かに。それか19日の夕方ぐらいに行って温泉入って次の日神社行って帰るとか、はいはい、そういうやり方でいいと思います。で、まあ、本来はね、この時間帯に、お水取りっていう行動をすると、さらに運気アップって言われてるんですけれども、まあまあ、栗先生ぐらいになると、もう進化しちゃってるんで、はい、温泉でいいよ。入ればね。もう温泉は力湧き出るご神水だから。確かに。うんうんうん、でしょ？なので、別に神社が次の日になっても、そこのご神水の効果がないかって言ったら全然ありますので、皆さん安心してください。なので、時間指定で行ける方はぜひ行ってみてくださいね。はい、それでは一泊水星から行く方角を発表していきたいと思います。はい、一泊水星の皆さん、格変です。お、行き放題、いいの？いや、そうなんですよ。いいの？まあ、言うてね、8方向あるんですけれども、はい、一泊水星の皆さんはもうね、4方向行けちゃいますので、なので自分にとって意味があって足りないなって思う方角を取るようにしてくださいね。1日に1方角しか取れないので、それは忘れないようにしてください。それでは発表したいと思います。一泊水星の皆さん、東、東南、西、西北になります。なので4方向行けますので、とりあえず自分に合った方角に行ってみてください。はい、それでは続きまして、自国土星の皆さん、自国土星の皆さんは南、西北、西、3方向になります。おお、3方向あるんですね。そうなんですよ。で、意味が結構ね、なんかいろいろあって面白いので、結構彩乃ちゃんは悩むと思います。はい。で、次行きたいと思います。はい、3匹木星、北、東南、南の3方向になります。はい、続きまして、白く木星の皆さん、北、東、南です。3方向になります。はい、それでは、豪土星の皆さん、南、西、西北の3方向になります。はい、六白金星の皆さん、北と西、2方向になります。で、四赤金星の皆さん、北と西北になります。八白土星の皆さん、南、西、西北になります。3方向です。はい、そして最後、九紫火星の皆さん、ない、なんて嘘あります。もうね、ない時あるからね。あ、はい。で、九紫火星の皆さんは東と東南です。よかった、今年は全員行けます。もう去年ね、なんか行けない人もいたから ね、 ね、そうですね。そうそうそう。なので今年は全員がいろんな方角に行けますので、ぜひ遊びに行ってみてください。それではですね、全方角の意味を発表したいと思います。まずは東から。東はですね、発展の方角って言われてて、物事がいい方向に進むんですよ。お、なのでね、これからなんかこう新しいことを始めたりとか、自分が何かこう新境地を開きたい方とかにはすごいおすすめで、あとね、もう一個いいのがあって、滞ってたことに進展があったりするんですよ。お、例えばほら、交渉事とかプレゼンにも最適だったり、あと恋愛もね、いきなり加速したりとかね。あ、なるほど。のだから東はね、焦ってるやつにおすすめ確かに。まあでもすごい大事な方角ですので、うん、ぜひね、取ってもらえればと思います。はい、そして西、みんな大好き西はもうね、有名ですけども、まあ何かと金アップですよ。あとはね、ギャンブル運も上がるんですよね。おお。だからまあ、西取ってお金関係になんかこう携わったりとかすると結構ね、良くなったりとか。あとはね、結婚運が上がるっていう。ほう。まあ、言うてね、西取ってて結婚できた試しないんで、あんまり違う。まあまあまあ。まあまあまあ。だからね、結婚運取る前にね、出会い運取った方がいいと思うんだよね。確かにそうですね。そう。だからね、出会い運って言ったら盗難だから。はい。だから私ね、実際に顧客様で、東南で出会ってその後西とって結婚の人いたから、おだからそんな感じの使えますんで、ぜひ参考にしてもらえればと。で、西はとりあえずさっきも言ったけど、異性とね、そういうなんか結婚にこうつながるのに最適だったりとか、あとね、西は実はね、喋る方角なんですよ。へえ。だからこういう時にコミュ障の人とか、はい、なんかあんまり喋りが上手くない人とかはトーク術が上がったりするんで、お西のいい方角の時にいい気をもらうとそういう効果が得られるね。はい、なのでぜひ参考にしてみてください。はい、そして南、南は面白くてね
はい、いい意味とね、ちょっと悪い使い方があるんですよ。お 笑ってる。で、南はね、何が一番いいんだって、はい、やっぱね、名誉なんですよ。だからね、昇進したい人とか、やっぱあの上に立ちたい人がすごい最適。うん、なんかあのね、目立てるようになれるんですよ。うん、なんだけど、南はちょっと危なくて、はい、これよくね、別れたいやつと行くとね、別れられるんですよ。おいいっしょ。だから南って実はね、別れの方角って言われてて、だからね、デートで使っちゃダメ。はい、これ豆知識。だからいい方角の時でも南行っちゃうと別れちゃったりとか。確かに。だから夫婦にはおすすめしません。ああ、なるほど。だから引っ越しもダメね。そう。あ、はいはい、だからほら、皆さんなんか、あんまり知らないと、すごい今年南いいから夫婦で引っ越しなよって言われたら悪意があります。でもこれ知らないと言っちゃうでしょ。あ、南の方角めっちゃいいんだっつって。でもそれはね、違うんですよ。だからちゃんと裏の意味を知って方位を取ると、まあいい効果が得られますよっていう。だからね、南はやっぱりね、あのね、受験生とかにいるの。ああ、なるほど。あの、そういうね、試験につながったりとか、そういうなんか昇進とか、だからやっぱりこう出世したいやつが取るので。あとでもいい使い方もあって、例えばあのタバコやめたいとか。ああ、なるほど。なんかこうやめたい時、あとなんか嫌なやつと縁切りたいとか、だからそういうところにも使えるので、ぜひね、参考にしてみてください。はい、来た。はい、もう北大好き。北は何がいいってね、モテるんですよ。おお、モテ度がね、とにかくアップ、はい、でしかもね、ちょっとエロいんですよ。エロいんすか。北はね、あのよくそういう姫ごとに使われるっていう。へえ。だからあの、まあ、ちょっとね、あの下品なこと言うと、あの愛人旅行とかにね、あのバレないで、ね、北はね、はい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 。でもなんかそういうエロい意味でよく北が使われる理由があって、あのね、子作りにも最適って言われてて、だから不妊症の方とか、なんかそういう北で儲けると、まあ、結構なんかあのそういう効果があるみたいな。であとはあの武漢が悪い人って多いじゃない。はい。だから武漢が悪い人とかも北を取るとすごく補強されるので、で、あのやっぱりね、北ってなんかそういうなんかちょっとエロ系の話つながりで、やっぱね、飲みの場でのいい思いができるっていう。おお。だから実はそういうなんか飲み会とか参加すると彼氏できちゃったりとか、はいはい、あとは飲み会でなんと仕事の話来ちゃったりとか。おお。飲みの場でのいい出来事が多いみたいな、そういう使い方もあるので、北は意外とものすごいね、いい効果が多いイメージがあるので、ぜひね、北おすすめです。クリちゃんの一押しおすすめ。はい、西北。西北はね、もうこれ女子全員に必要なことだと思います。はい。男運です。はい。あの、やっぱりね、あの、生年月日でね、方角も見たりするんですけど、西北が、あの、悪い星が入ってる人とかって、やっぱ男運なかったりするんですよ。うん。で、あとね、男性だと西北に悪い星が入ったりすると、大抵結婚できないのね。へえ。面白いでしょ。だからね、なんかね、西北をね、いい方角で取るっていう、いい方角で行くっていうのは、実は女性にも男性にもものすごく大切なことなので、もしね、西北行ける人がいるんだったら、ちょっとおすすめしたいかなっていう。だからなんか結婚に向いてない人とかも、この西北の方角取ることによって、自分の補強にもなるので、だからあの、結婚したい人とか、男性運を上げたい人とかは、西北がおすすめ。あとね、男性の場合は西北のいい方角を取ると、あのね、男性のすごい金持ちのスポンサーついたりするんです。へー。だからあの、年目上の方に好かれるとか。あー、なるほど。なんかそっちにね、つながったりとかするので、ぜひね、いろんな使い方があるので、西北よかったら行ってみてください。で、最後、東南。はい、はい、東南はさっきも言いましたけど、出会いや結婚したい人にはバッチリの最高な方角になっております。はい、東南はとにかくね、なんかもう出会いに使うのが多いんですよ。うん、だからね、引っ越しも実は盗難めっちゃおすすめなんですよ。だから引っ越しで盗難使うと、大抵出会いのチャンスに。へー。だから例えば職場を変えてみたりとか。あ、なるほど。うん。だから引っ越しを盗難にして、その辺で働いてみるとか。あ、はい。いい方角の時にね。で、結構そういう効果の話を聞くので、だから例えばあの8月の引っ越しね。うん。もしなんかまだ8月引っ越し決めてない方とか、こういう時に新規一点で、なんかあのね、大抵引っ越しした時にさ、自分がいい方角行ったか悪い方角行ったか分かんない時あるじゃん。うん、そういう時はね、こういう年に1回の、来年でもいいです、年に1回の最大基地方位のチャンスを狙ってパッて引っ越しできるのがすごくおすすめです。おー。だからもうね、ほら、別に間に合う人は絶対ね、もう8月にいい方角で最高な方角で引っ越しすると、ね、悪い方角に引っ越しちゃうと何が良くないかっていうと、1年4年7年ってめっちゃ悪いの来るんですよ。うーん。だからどんどん家って引っ越しって実は一番大事で、はい、
引っ越ししくると大抵うまくいかないんですよ。だからそういう時ってやっぱりほらこうやって補強でね年に1回の最大基調位取ったりとかするんだけど、意外と引っ越しで年に1回の最大基調位使うのがおすすめだったりもするんで参考にしてみてください。で東南はね、あの仕事とかでは信頼関係が強くなったりとか人間関係がなんかこう悩んでる人とかにも円滑に作用したりとかするのでぜひ行ってみてください。それでは距離と時間について説明したいと思います。で最大基調位って、はい、実はちょっと縛りがあのね、なんかこう距離によって効果が全然違うんですよ、はい、だからやっぱり先ほども言ったけど、あの遠ければ遠いほどいいし、まあでも海外でもいいのよ、うん、もうで長くいればいるほどいいっていうことで、まあでもね皆さんほら面倒くさがり屋な人多いんで最短を教えたいと思います、はい、最短はですね、まずちょっとギャグみたいな話なんですけども、はい、自分の家からスタートします、はい、自分の家からスタートした時に40キロ以上先の基地方位に行くとなんと60年効果、おお、まあまあまあ一生分ですよね、はい、なんですけど40キロ以内、まあ39でもだよね、うん、39でもちょっとでもかけたりすると一気に5年になっちゃうんですよ。短い、はい、そうなんですよ。だからまあせっかくだったら40キロ以上行った方がいいかなっていう。であとはもうめんどくさい、もっとめんどくさい人4キロ以上行きたくないと、うん、ってなってくると4キロ以内だとでも60日もあるんですよ。ああ2ヶ月そうなんですよ。だからまあまあまあそんだけでかいってことですよね、うん。でまあ、あの時間なんですけれども、まあ、できたら私は一泊をおすすめするんですけど、時間ない人は、まあ、あのその日一日遊んでもいいし最短1時間いれば大丈夫です。だから自分家から40キロ先行って1時間いて帰ってくるでもいいんですけど、はい、ここでまた縛りがあります、はい、家からスタートした時に40キロ先地点に行きます。で行く時なんですけれども、その方角に向かってる最中に例えば仕事行ったりとかあと寄り道したりとか OK です。なんですけれども帰りは絶対に寄り道 NG です。なんでかっていうと寄り道することによっていい方角の木を落としてきちゃうんですね、はい、なのでそのまんまいい木はがめてまっすぐ家に帰って、こっからが大事です。家に帰ったら1時間家にいましょう、はい、そしたらその木が家に定着してコンプリート。はい、簡単どうですか、ここまでアンダースタンド、はい、なので皆さん帰りは寄り道しないでまっすぐ帰っていきましょう。あとは自分の家からスタートしないと意味がないので、自分の家からスタートして自分の家に戻ってきてそれで終わりです。はい、そして方角の見方、はい、で方角の見方はですねもうアプリを使ってください、はい、で最近おすすめなのは、前は2個ぐらいアプリ使ってたんですけど、ですね、そうなんですよ。今はねやっぱりあちこち方位が一番でかいです。あ、そうなんですか。なんでかっていうとね、 Google 戻った、イエーイ、あちこち最高、ふふ。あのね、あのあちこち方位っていうアプリがあるんですけれども、皆さんあのスマホでねダウンロード簡単にできますので、絶対しないとわからないので絶対してください。で、あちこち方位っていうアプリをダウンロードしたら自宅を設定できるんですよ、はい、でまずはね住所検索がありますので、うん、住所検索で自分の住所を入れて、でそれを自宅中央にセットっていうのを押したら、もうそこから方位が全部出て距離も全て出て全て分かる素晴らしいアプリですので、はい、皆さんも何キロ先のどこに行けばいいかが全部分かります。でもたまに困る質問をする方もいるので、はい、例えばあの東北って言ったら、うん、この東と北の間ですか、そのまんまやろ、ありますね。そういう人はもうね、めんどくさいからおかんに聞いてください両親は多分知っている、はい、だからクリさんが東北行けって言ったら、東と北の間の中の線の中に行ってくださいね線の中ならどこでもいいですよ、本当。でもできるだけあの真ん中の方行くと効果が高いですので、あんまり端っこの方はね選ばないようにしてくださいね。なるべく線の内側を選ぶようにしましょう。で、あのいろいろね度数とかも選べるようになっているので、あの度数のと方位の種類っていうのがあるんですよ、はい、で方位の種類は風水と気学に分かれてますので、気学の30度60度に最初から設定しておいてください。そして変革っていうボタンがありますので、そこを変革っていうのを押すと、なんか青になっててオンになってますので、オンのままにしといてください。これね、ここ大事です、はい、なのでその設定をして、まあ、例えばですけど間違えて風水の45度にしてオフになってたとしても真ん中変わんないから。あ、そうなんですね。そうそうそう、だからもう真ん中の方行ってれば間違いないわけよ。とにかく真ん中行けばいいから、真ん中なんでとりあえずそうやってね、あの簡単に自宅からどこの方角に行けばいいかが分かりますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、最後にさらに運気アップをしたい方に方位先での4つの行動を紹介したいと思います。これも定番です。
あのね、ほら、いい方角でそういう行動するともっと良くなるよーんってやつ。はい、まずね、皆さん先ほども言いましたけれども、温泉。はい、温泉は一番パワーが出やすいので、ぜひ温泉は入ってくださいね。スーパー銭湯、ぜひ、ちゃんとね、力湧き出る温泉入ってくださいね。はい、で、あとは神社に行く。で、神社に行ったら何が大切かっていうと、調べたらね、全部教えてくれると思うんですけれども、神社によって御神水がある神社があるんで、神社に行ったら御神水を汲んで持って帰ってくるとすごくいいって言われてて、例えばお泊まりの人とかは、はい、日光とかはね、もう御神水汲み場っていうのがあるので、もうボトルで売ってますので。ありましたね。あります、あります、あります。なんで、例えばなんですけど、お泊まりの人は、どうすればいいのってなっちゃうじゃん。で、お泊まりの人とお泊まりじゃない人パターンを紹介します。はい。お泊まりの人は、例えば泊まる旅館で、その御神水を煮沸してまず飲んでください。で、残りは家に持って帰って掃除に使ってください。で、お泊まりじゃない人はそのまま持って帰ってきて同じです。家で煮沸して、まずは一杯飲んで、あとはお風呂に入れるなり、部屋の掃除に使うなり。でもね、部屋の掃除はすごくおすすめです。やっぱりいい場所から帰ってきたお水できれいに掃除してあげて、空気の入れ替えすると全然違うと思うので、ぜひ御神水の使い方はそれにしておいてください。あとはその場でいつも身につけてるアクセサリーとか笑ってあげるといいと思います。それも結構おすすめです。定番で、最後土地産物を食べる、要はもうね、食べても風呂入ってもとにかく内からも外からもパワーチャージみたいな。ほい先に行ったらこの4つの行動をするとパワーアップになりますので、ぜひ参考にしてみてください。イエーイ。もう今日結構いい感じに終われたと思います。はい。いかがでしたか？また頑張って YouTube 更新できたらするかな。頑張りましょう。頑張りましょう。あとクリさんの占いコンテンツが4月から配信されたじゃないですか。はい。なんとあれが大好評でして。おお。アプリでも配信されることが決まったなので、今後はスマホでもアプリを楽しめることになったので、ぜひ皆さん遊びに来てもらえたらと思います。で、なんとね、スマホも iPhone も Android も両方遊べるんだって。おお。で、またね、タイトルがまあまあすごいですよ。はい、はい、いきますよ。超当たる占い師と的中占い大集合、イエーイ。なのでぜひね、検索して遊びに来てもらえたらと思います。みんなもね、楽しんでもらえてるエネルギー指数とか自分の星は何なのかとか全部見たら分かるようになってますので、無料コンテンツもたくさんあるのでぜひ遊びに来てください。それでは皆さん、またいつかお会いしましょう。じゃあねー。